はい、おはようございます。トミーです。ワンデーワンエクササイズのお時間です。で、今日はエクササイズじゃなくて凝り固まってる体をほぐすストレッチをやっていきます。で、基本的に座り、家の中にいることが多いと思うので、で、今日も椅子を使ったものになります。はい、すごく単純です。椅子に座ります。はい、で、普段の姿勢を考えるとこうなってますね、パソコン作業中は。なので反対のことをやります。後ろにこけないように注意してあげてください。ほっ、後ろに伸びをする。伸びっていうか後ろに倒れるって感じですね。これだけです。 OK。 じゃあゆっくり10秒間伸びてみましょう。はい、ゆっくり、よいしょ。はい、OK。 はい、で、座り仕事とか、あと座ってることが長くてちょっと疲れたなっていう時はこういう感じで、まあ無意識にやると思うんですけど、伸びを少しやってあげてください。で、今10秒間しましたね。10秒間2セットぐらい朝晩やってみましょう。はい、で、まあ座るのが長い人はいつでも疲れたらやってあげましょう。パソコンだとこっちが縮まるので、反対にこっちを伸ばすっていうストレッチですね。体の前の方を伸ばします。はい、で、あと座ってる時は綺麗に座ってあげてください。背もたれに無理もたれずに綺麗な姿勢で座って作業をしていきましょう。はい、はい、ではチャンネル登録お願いします。バイバイ。そろそろ梅雨明けかな。